龍が如く、維新、極み。本番、はい。龍が如く維新極みアジアアンバサダーに就任した畑野由衣です。桃投げかなです。小倉優奈です。ゲームの魅力がアジアの皆さんにたくさん伝わるようアンバサダーとして今後アジア向けのイベントに参加予定です。龍が如く維新極みをアジアでたくさん盛り上げたいと思いますのでよろしくお願いします。龍が如くシリーズの人気キャラクターが作品の壁を越えて登場するところです。今までシリーズでは全然関わることのなかったキャラクター同士のやりとりとかが、見てるととても楽しいですし、ファンの方は絶対たまらないと思いますね。歴史を学ぶのにもすごくいいなと思ったし、やっぱめちゃくちゃ男のロマンっていうかそういうのが詰まっててかっこいい、良かったです。映画見てるような感じ、もう本当に映像が鮮明でリアルで本当に見入っちゃう感じでしたね。もうどん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 進化してるなっていうところが素晴らしいなって思いました。私は銃です。なんか撃ちたい私は断然刀でしたね。敵と戦う時に出るじゃないですか、刀が重なり合ってダンって名前が、あれがもうめちゃくちゃかっこよくて、あのキーンっていう音と血が見たいんで刀かな。今回その映像がすごいですよね。本当に血しぶきがブワーって出てるところも魅力的だなと思いましたやっぱり桐生さんが演じる坂本龍馬です。とにかくゲームの中の龍馬の生き様がすっごくかっこよくて、今までのシリーズ作とはまた違った新しい桐生さんが見られると思います。桐生さん以外いませんあの真島さんが演じてるキャラクター沖田の役を真島さんが演じてるっていうことが初見の時に私本当にそうなんだ真島さんって思ったんですけど、ハンジョギ出るんですか。ハンジョギ、ハンジョギ大好きなんです。顔ハンジョギさんの顔と、あとちょっとまあ悪役っていうかちょっとこう悪い男な感じなんですけど、筋通ってんですよ。あの人筋の通ったいい男なんですキモいですか、すいません撮影的には他に桃乃木かなちゃんと小栗奈ちゃんと一緒だったんですけど、それ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 っていうところがあって、すごいなんかノリノリで踊れたので楽しかったです。前回はその桐生さんと会話もさせていただいたり、あとはカラオケだと歌う側だったので、今回が一番そのなんていうかプレイヤー側に寄れたというか、あ私これやってみたかったなって思いました。でも個人的にすごくあの幕末とかその遊女とかすごいワクワクしちゃって、多分前世が遊女だったんじゃないかなって思ってるぐらい本当に好きなので、もうノリノリで楽しくやれたし、ちょっとね誘惑するようなシーンとかも本当に目の前にお客さんがいると思って、もう見てくれてる皆さんですけど、皆さんを全力で誘惑しようと思ってやったので、いっぱい見てほしいしプレイしてほしいなと思います。いつも龍が如くをプレイしていただいて皆さんありがとうございます。今回私実は3回目の出演になるんですけど、いろいろな要素もまた加わって楽しめると思うので、ぜひ皆さんたくさんプレイしてください。お願いします。本編のストーリーも楽しみつつ、私たちのね出てくるところもこう見てほしいなと思います。これからも龍が如くをどうぞよろしくお願いします。龍が如く維新極みは2023年2月22日に発売です。バイバーイ。